お米っていう素材をこうもっとメーカーとして知りたいなっていう思いから始まりました。なんで田んぼっていうのを新入社員の時は思ったんですけど、その素材を知ることでものづくりにもすごく活かせることがたくさんあるなっていうことに気づけたので、自分自身でもこう胸を張ってやっているプロジェクトかなと思ってます。食べるのが余るからっていうんで減反とかがあったと思うんですけど、じゃあ食べる分じゃなければ、ね、おもちゃにするもいいし、いろんな用途で使っていけば、まあ、活気づくんじゃないかなと思ってます。この補助が2枚じゃなくて4枚になり8枚になりっていう風になってくれると非常に嬉しいです。二人三脚でこのピープル農場の田植えを、そして稲刈りをやってます。我々まあ今実は全部でこのお米のバイオマスプラスチックって大体800アイテムぐらいになったんですね。でもその礎って何かっていうと、やはりお米のおもちゃシリーズ、それがあるからこそいろんなものに広がってきたっていうところで、まあ、来年15周年っていう節目の年でもあるので、今回我々で作ったお米っていうのを地元に還元するというプロジェクトをできればなというふうに思っております。